はい、こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017スカウト確定組み合わせで、ジェイミー・バーディ選手の紹介していきたいなと思います。はい、岡崎の同僚ですね。はい、で、レスター所属のバーディ選手は、僕個人的にはすごく好きな選手で、やっぱレスター優勝した時はすごかったですよね。もうバーディ点超決めまくって、めちゃくちゃかっこよかったなって印象がすごく強いです。はい、で、バーディ選手はですね、複数の方からご希望をいただいていて、シーサシーサさん、デクデクさん、薄井優太さんの3名の方から、いただいておりました。お待たせいたしました。はい、で、早速紹介していきたいなと思うんですけど、まず能力ざっくり見ていきます。イングランド所属の、イーストミッドランドで、実際ではですね、レスターシティというチームになっています。で、178センチ29歳で、もう点取り屋な感じなんですけど、能力値こんな感じです。 OSS ドリブル決定力、スピードがかなりあると。で、キック力もあってスタミナもある。で、コンディション安定度7と。いやー、めちゃめちゃいいですよね。もう本当に点取り屋な感じなので、もうスタメンとして起用してバッチリ問題ないんじゃないかなってレベルだと思います。で、スキルとしてはワンタッチシュートとチェイシングというような形になっております。はい、普通にめちゃめちゃ強いと思います。で、じゃあ早速バーディーの確定スカウト紹介していくんですけど、今回ですね、パターン A と B の2種類持ってきました。で、パターン A がですね、所属チームイーストミッドランズに、ポジションセンターフォワードをつけていただきます。で、そうするとですね、いくつかに絞られて最後、国籍地域イングランドもしくはヨーロッパのどちらか足していただければ確定という形になります。で、僕はですね、イーストミッドランドと CF までしか持ってなくて、そうするとですね、こんな感じ、岡崎とかムサとか引っかかってくるんですけど、こんな感じのスカウトになるので、この中でですね、イングランドもしくはヨーロッパの選手は、ジェイミー・バーディしかいないので確定になるという形になります。はい、で、僕ちょっと手持ちないんですけど、パターン B としてはイーストミッドランズに、出身イングランド、国籍地域イングランドに、最後優れている能力決定力、これでも確定になるみたいなので、こちらで、CF やっぱセンターフォワードやっぱ結構高いんで、センターフォワード外して考えるとこっちで確定させるっていうのもすごくありなんじゃないかなと思っております。はい、という感じで今回2種類紹介させていただきました。もしですね、これ以外でこういうものあるよとかありましたら、ぜひご紹介いただけるとすごく嬉しいです。はい、またですね、違った選手のリクエストも随時お待ちしておりますので、ぜひ、何かありましたらお気軽にコメントいただけると嬉しいです。はい、ではまた次の動画で、お会いしましょう。じゃあね。